いくぞー、始まりました、ボンバーマンのお時間になります。皆様よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。じゃあ行きますか。なんか昨日リリースしてたらしいぜ。よし、優勝しますー。案件じゃありません。ちなみに僕ね、ボンバーマン好きなのだからやりたいと思いまーす。よし、じゃあ行きますか。早速、なんか利用規約にどうのこうのってなんやけど、なんか髪切ってきたんやけどさ、帰ってきたらすげえ眠たくってよ。おいちゃん大変ん。ペクスと同じで B ボタンで決定っぽいな。同意します。あ、はい、読まさせていただきました。同意します。お、なんこれ、新シーズン買いまくってよ。よし、着せ替えもある。俺の今ボンバーマンどうなってんや。キャラ設定、なにこれ、ライデンボンバーって俺こんなんやったっけ。なんかこれとこれとこれ使って全部連続で3連続優勝したんや。せや、前回思い出した。え、てか俺キャラクター使え、なにこれ、フォールガイズとかあるやん。こいつビーンって言うの。え、これ俺はロックされてないよ。アンロックされてない。え、スネークも別のやつなんか。僕インスタやってないです。ちょっと待ってな。何が、フォールガイズやりてえよ。でもフォールガイズ弱そう。まあいつも通り白ボンからいきますか、とりあえず。まあやっぱボンバーマンって言えばまず白ボンだとかあんもんな。これで白ボンになったから、こんにちは、クイックマッチでいいんかな。てかそれしかないよな、レートとかねえの。検索中止、ルーム待ち、今検索中か。キボンじゃないのうーん、ボンバーマンちょっと勝ちたいんでユタボンは、あ、中学生になったらしい。こんにちは。フォールガイズはタダでもらえる。え、どうやったらもらえんの。お、見つかったぜ。あ、ここで選べるのか。黒ボン、ピンクボン、青ボン、赤ボン、キボン。はいはいはい、はーいっていうのがキボンな。水ボンで、この緑ボンは絶対強くないんやけどな。何のためにこんなキャラクター入れたんやろ、ハドソンさんは。キボンおえちゃんすぎる。じゃあキボンでいく。タンタカタン、キボンでいきまーす。綺麗な蝶々だな。そうや、ここのさ、ワッチングまでのロードが長すぎやろこのクソゲーとか言うてたんや。せやせや。カモン、俺っぽいよな、キボン。こいつなんか初手からハンド持ってるけどパンチ使いやんとかやんな。改善はされてない？でもマッチング早くない？どうもー。なんか今日早起きしたでか、結構眠たいね。あの、明日は俺昼過ぎからあれだからね、あのファミコン探偵クラブのあのもう一人の少女みたいなやつやりますちょっとタイトル違うかもしれんけど。おーし、どうもー。だから今日はもうあの眠たくなるか、優勝したら終わりかな。ごめんな、すぐ終わっちまうかも。すぐ優勝して、よし、今日はいい日だな。あれ、あー、 A ボタンで爆弾か。あいつやべえ、切り込めるやつや。やべえ、下のやつやべえやつや。あいつに切られたら終わる。ほら、キルモードに入ってやがる。あの状態の時に触れられると死ぬ。よしよしよし。あー、しまったー。ちょっと戸惑った。蹴るの
下手くそが。えらい、切ろうとしてやがる。あーそれくれよー。あいつ近づきたくねえな。人の少ないとこ行きて。こっち、あー危ない。スネークや、スネークってどんな技。あららら、危ねえ。スネークの能力わからん。そう、ハート取らないと次一回負けたら終わりやでな。お、貫通ボム。惜しい。やったー、なんか倒した。スネークは隠れれんのかな。やった。あ、いやー、よくやってね。落ち着け落ち着け落ち着け。よしよしよし、ガンチャーンス。なあ、キャラクター多すぎだよね。なにこれ、なんか俺こいつにくっついてんねやけど、これどういうこと。なんか俺こいつ守らなあかんねやっけ。あぶね。あのハート取りに来ました。よし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 。いいぞいいぞ。おー、こっちゃーす。あー、くそー、一個ずれた。うわー、今動かして止めやんだらよかった。下手やった。ちょっとラグいな今の。あぶね、あぶね。あ、いっぺんにスネークはボム置けんのか。あ、ダメだ、止める精度が俺悪い。下手と言わざるを得ないでしょう。オッケーオッケー。移動しゃんと。あ、なんでこれマップの見方教えて。下。あ、よかったよかったよかった。もしもーし。ほら。まだ落とさないでよ。ああ。うわ、最悪や、あの野郎。あぶねえ、死ぬとこでした。やめてよ、やめてよ。ベスト16ってよ、いい好調子やねえか。いや、1位じゃなきゃダメでしょ。落ち込むなって。感染抜けろって。のんきなもんだな。どうもー。でもやっぱキボンじゃねえんじゃねえの。正直キボン弱い。まずこのスライムボムなんがハンドがあってもあんま意味ねえから、やっぱあんま強くねえよな。ショップに行けばフォルガイがある。これか、これのどこ。キャラクターか。ほんまや、タダでもらえるぞ。
ビーンボンバー、こいつビーンって名前やってないんや。でこれで、え、解除されてねえぞ。どうすればいいんや。なんでなんでなんで、俺今撮ったよね、キャンセルしてたショップで。あーごめん、 A と B があれなんや、海外仕様やで。あ、こういうことか。あ、これ、あ、こっちか。あ、ごめん、普通に間違えてた。購入完了。ほうほうほう、これでフォールガイズが使えると。ピンクしかねえの？オレンジがよかった。なあなあなあ、このキャラクターさ、いいとこなくね？白ボンと初期ステータス全く一緒なのに上限値だけ低いんやけど、いいとこなくね？まあ、えっか。よし、かわいいは正義やな。まだレベル1か。で、どう？ボンバーマンの流行り具合は。世間を騒がしてんの？俺今日まで、昨日出たんじゃないかっていう感じだったんやけど。全く流行ってねえの？ドッジボールのが流行ってるレベルか。でもトレンドにはなってないんや。忍者並みに栄えてんのか。おすすめに出てきてないの。もうこの54321ですぐ始めてくれりゃいいのにな。でもフォールガイズでもマッチング長いしな。最近通知が来ない？バグってんな。歌えよう。どっかの V がやればみんな始めるよ。V 連鎖な。まあ、チームさえあればただでできるから。バロラントやる気起こらんな。そのうちボンバーマン V がみんなやるやろこぞって。あ、俺がやってたやつなって言うや。先手打とう。絶対 V がこぞってボンバーマン大会とか言って始めるから。あ、俺がやってたやつ。やるやろな。今のうちに V の皮用意しとくわ。おお。これどうなん？ NPC じゃない感じやんな多分。一応ボットじゃなくマッチングしてそうな気はするけど。フンレクが流行ったゲーム、ミルダムもやってたぞ、漏れなく。また A と B 間違えてた。え、なんだ、なんで俺火力取ったのにこんな火力低いの。え、なんか特殊能力使われた。あいつ怖っ。やべえ、アイテムがねえ。てかスネーク、ちょっと火力ありすぎや。やばい、もうムカつく。バーカ。あいつ絶対最終的に合うぞ。
くんじゃねえよ。よし、うんうん、え、何ダイブって何ダイブこれは何なんしたけど、ダイブしたら死んだがな。それは何なんに向かってダイブすると何ライフ1個削れんのだとしたら強いけど、ボムを飛び越えられる相手が即死ホールガイズってそういうのやっけ。なかなか潜ってるやつ強いやねえか。でもマッチング早えぞ。ちょキャラ説明見りゃあんの。ダイブ、前方に向かって少しだけ遠くに飛びます攻撃とかじゃないやねえか絶対弱いやんこんなん、使いこなせやんわ。だからなんやねん、それは無料で買えるわ。移動なんて歩いていけばええやろ。かわいいってか、すごいな。ボンバーマンでフォールガイズを見ることになるとは。そのうちあのボンバーマンでうさだペコラとコラボしましたみたいな感じでペコーラペキャンキャンとか言いながらボンバーマンのキャラクターになってるかもしれん。もうインターネットは VTuber 様のものや。みんなボンバーマン面白いよ。おはよう。明日は昼過ぎに配信やでな、みんな覚えといてね。行きますか。こんにちは。寝坊しそうって、なんか俺もな今日爆睡しそう。スイッチ版で遊んだらボヤボヤだって。あ、スイッチでもできんのこれ。え、スイッチでもできんの。スチームじゃなくて。リサーチ不足やったわ。あ、そうなん。なんか左上の人止まってるけど大丈夫かな。あ、ちゃんと生きてるらしい。あぶね。キックオジ。あいつなんで固まってんねん、あんなとこで。こわ。やべ、解き放たれたビーストが。火力がなさすぎやわ。まあ、やってくれたな。あ、ま、やべ、間違えた。もうやばい、ずれる。蹴られるか。やべ、俺火力ねえから。やった、あそこのハート取りに行こう。よし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 。おー、爆弾ワープしてない。あいつ気分やねえかよ。あれ？ダイブできあんの？
あぶねえ。やべ。おーいな、また。まあ。やってなー。絶対そんなんしてなーい、もう。歩いてただけやん。ちょ、ボール回数弱すぎやわ。真面目にやってもええ。だダイブ落ちててもなんか出やんだし。いや地図っていうか歩いてたら勝手に右の方吸い込まれててん。これスイッチじゃない、パソコンのスチームでやってる。なんとフルスクリーンでやってる。信じられやんかもしれんけど、フルスクリーンでやってるよ。これ無料。VTuber が6月2日にボンバーマン大会するらしいぞ。ああ、俺がやってたゲームの。結局、白ボンが強えわけよ。よし、もう64人集まってるぞ。おい、エラも参加しろよって。俺 V じゃねえもん。緑ボンはいいです。準備はできてる。白ボンです。白です。この大会今から出れる。今日赤ちゃん可愛いなってニヤニヤして見てたら、その子のお母さんと目が合っちゃった。好きなんやろな、お母さんもお前のこと。白はもう古い。VTuber ですら消耗品になってんのか。よし、早く2時3時入れようって。2時3時に入ったら2時3時エール してもらいまくりやで。演じしとくわ。今日めっちゃ V こするじゃん。好きなの。よし、おじさんじゃなら入れるよ。考えとくわな。あ、おじさんじ結成しやんって。バンドやろうぜみたいな感じで。僕は負けられない。よし、いいぞ。まず初手アイテムをたくさん集めるところから。このローラースケーティングがいかに大事かと。ハンドグローブきたー。やった、相手挟まってねえんかよ。やばい、キック手に入れると生存能力がぐんと上がるぞ。パクったったわ、パンチングローブ。やべ、そのキックはまずいですね。ちょ待ってな、死なない立ち回りしてやがる。ごめんごめん、喉の調子が悪そうや。ちょっと待って、なんかオープンレックのアプリ勝手に強制終了した。あ、大丈夫、戻った。はい、爆弾が欲しい、とりあえず。コーナーじゃない、おー。いいなー、これもボムさえあれば。それ取らんでもええやろ。
火力は手に入んやけどな。アホめバカやっちゃったあと12秒ちょっと待ってな、全部手に入れるから俺これ、ほらほらこれが白ボンよ。この時間を有効に使うんだ。くんじゃねえ、滅びゆくものよ。次は失敗しないぞ。あー俺のキックが次は失敗しないぞ。あー間違えた、危ねえ俺今キックねえよな。あらあったじゃあさっきのキックなんやったんや、もう次は失敗しないぞ。俺キック持ってなかったよな。チャンスを待つんだ。やべ、1回は勝ちだ。ちょ、何ボンが強いの結局、結論。そろそろ勝ちに行く？一発目で優勝したらもう終わりやと思ったであれやったけど。やっぱ白ボンが強い？ピラミッドボンバーって火力ってかアイテム手に入らんねや。ピンク強いのはわかるけど、これパンチとハンド使いやんねよな。ピンクやったらでも白ボンの方が面白みあるんよな。ちょっともう一回白でいこう。キラです。さあ行こう。え、あ、青って強いの？そう、キャラ性能があんね意外と。おいちゃんが思ってるほど白の真似似てない。マジで俺ずっと2年ぐらいずっとやってた時期あんねやけど何とかシロちゃん、おシロちゃんの名前知らんわ。電脳少女シロちゃんみたいな感じでシロですって言うの。ぶん殴りたくなる。シロちゃんの方にして殴るのやったら。クロちゃんのモノマネやって。クロちゃんです。ただの気違い、お前 V の悪口言うな。よし。シロちゃんって男の人と付き合ったことあるんかな。まあ、手は握ってるやろな。みんなは僕が守る。また A と B 間違えた。冷静になる意味、まずアイテムを掘り起こす。爆弾があることによって掘り起こす効率が2倍。くっそ、これ俺のやろ。よしよし、いいぞいいぞ、アイテムを駆使してる。次は失敗しないぞ。危ない。Y でパンチなんや。なんか体験版の時 X でパンチだった気がするけど変わった。危ねー
規模の沼越えムカつくよ。怒んなよ。わーい。よし、フォールガイズなアルミちゃんもおりやねえかよ。うまい人やと思われたやろな今ので。やべ、あいつ貫通ボムや。くっそへー、取られた。ぬすっとね。あのルイ欲しい。危ねえ。はよ倒してて。まあ、待て、あのアルミちゃんを倒せばいいんやろ。はいはいはい。ルイがあるとハンド使いやんとかあるよな多分。よし、ルイ芝居立ったわい。中身のやつも倒したぞ。あいつ死によったわい。やべ、あいつハートを取りやがった。やばい、それ俺のボム。あー、ぶねー。クソキボンめめちゃくちゃしおる。よし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 、うまいんじゃねえの今の。まだここ来るか。いいだろう、しゅんくんもいる。したー、これキル数も欲しいわー。危ねえ、あいつ今の死んでるやろ。この曲聴くとでもやっぱり。よし、エリア独占。あああ、でもいいわ、次は失敗しないぞ。エリア独占やもん。よーし、これで勝つぞ。貫通ボムで逃げて、やべえ、スピードが欲しかったのに。あと何人、7名。能力マックス、俺マックス高い気。俺のが有利。くっそ、次は失敗しないぞ。勝ったぜ、俺はやった。エリア独占だ。はっ、よし、いけるいける。向こうのやつとタイマーやな多分。来いよ。
え、ベスト4やったん？ 2 じゃねえの？あ、そういうことない。あー、もうちゃんとうまいやつおる。復帰してからのでも無敵時間が正直わからんだ。くそー。いや、下手ではなかったと思うけど、うわー、どうしよう、今日これ以上出やんだら。いやでもうまかったけどな。無敵中にボムなく出すと無敵がなくなるんだ。そうなんや、突進できやんねや。まあまだ早いし。よし、いや優勝するまでやりてえよ。12時か、優勝するまでやろう。どうしよう、この辺も使ってく。こいつ強えんよな。こいつの無敵能力絶対強いと思う。無敵能力って Y やんな、四角やんな。こんばんは。俺の名はアルカ。アルカ。12時って昼、いや、あの日付変わるあれやけど、味噌ボンみたいなのはない、バトルワイル。ねえ、白ボン強いよ。元のキャラ分からん、シャドーバチャー。よし、とあんたら早めに寝るからね。あんたら何時起きたん？僕は朝8時。チーター湧くの、このゲームでも。そしたら終わりだよ。人気になったらチーターが増えるんやろな。うんうん、お前ら意外と健康的やん。なんかお前らめっちゃ健康的やん、意外と。一応平日か。無敵のチーターいるの？え、それどうやったらできるの？偉いねー。明日昼過ぎからファミコンクラブな。前回のやつ見てない人はぜひ後半でも、後半だけでも、後編だけか。よし。ポップミュージックもおるぞ。あ、あいつ爆弾早く爆発できるやつや。ポップミュージック死んだけど。ほんとや、爆弾置いたら無敵なくなってるわ。よしよし。ポップンわかんの？わかるよ、ポップミュージック。参加だどんみたいな。よし、能力 B やん。 B で能力か、 OK。 おいちゃん、明日芦田愛菜の番組があるよ。へえ。愛菜ちゃんも元気にしてくれればいいけど。愛菜にそんなに興味ないからな。あ、ボムがありゃ今の。あ、アルカードボンバーって爆弾1個しか置けやんねやっけ。いや、取ってない多分。
つくのじゃ。アイテムに目がくらんで死ぬのが一番北斎と偉い人は言いました。やべえ、これパンチとかされたら終わる。アイテム渋ない？もっとあってもええと思うんやけど。能力使った後にちょっと硬直あるっぽい。ここにしようかな。よし、独占でアイテム集めちゃえばやけど、上限値があんねやって。いや最悪今の。キック取った。キック消えたんちゃう今。もうあのお前それやめろマジで。やばい、ちょっとうまそう。俺今アイテム何も持ってないな。能力こっち、どっち、こっち、わーい、わーい。ジェットボンバーもおりやねえか。やべ、あいつ貫通ボムや。視野広いよ高雪。やべ、ボム欲しい。アイテム出ません。なんかあいつ滅んだ。パンチング持ってる。いやそんなうまい白ボンじゃない。俺なら勝てる。あ、爆弾が2つあるわ。オーケーオーケーオーケー。ふう、残り7名やん。ここ4名おるから不利やな。不利ではねえか。よし、あいつら潰しちゃえ。うわー、キック欲しかった。よし、でもライフ手に入れた俺でかい。ハンドだけある。そう、こういう時にボムがたくさんあれば。やったー、あいつキック持ってねんかよ。ハートやりません。やった、キックで逃げた。エリア独占や。右か。あいつらライフねえぞ。バカどもめ。ハート潰して、
能力で決めるか。延長戦になってから能力で決めりゃいい。でこいつにハート取らせやんだらそれでいい。さあ困ったねー、白ボン。このままじゃ負けるねー。どっかで仕掛けやんと。認めろ、俺がチャンピオンだと。まあね、ボンバーマン世代なんでね、あ、ちゃんとやったらうまいと、まあ認めていただきたいですね。ちゃんとね、勝つためのね手段を取ってた。俺は異論はないな。よし、終わりって。次いつ優勝できるかわからん。報酬ゲット。あんまりアルカードしてなかったけどな。いや、ボンバーマンいいな。なんか定期的にチラチラやろっかな。おもれよな、ボンバーマンって。もう寝ちゃうのって。まあまあ、ツイッターでもチェックしていただければ。じゃあまた皆さんお会いしましょう。ありがとう、バイバーイ。